水先生は埼玉県春日部育ち。高校時代や漫画家として働いた春日部そのものがクレシンの舞台のモデルだぜ。薄井先生は伊東洋華堂でアルバイトしていた。デビュー作の堕落やストア物語はアルバイト経験をもとに書かれた漫画だわ。薄井先生はサザンオールスターズの大ファン。挿入歌などでもサザンが使われることがあって、特に希望の轍が流れる松坂先生の恋の決着だぞの会話必見だぜ。薄井先生は歌詞も書いていた。北埼玉ブルースやひまわり体操の歌詞も先生が書いていたわ。薄井先生は顔出ししない漫画家として有名だった。漫画家は感動を売るのが使命であって謎めいていた方がいいからということで顔出しはされなかったようだぜ。